おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3124です。はい、今回紹介するのはですね、前回前々回でね組み立てましたこちら、マスターグレードのリガズイカスタムですね。こちらをね前回前々回で作ったということで、今回ですねこちらの稼働範囲、それから武器の保持、そして最終的に変形ですねをやっていきたいと思います。まあこちらの商品に関しましてはプレミアムバンダイ受注生産品で、入手してからねかなり時間が経っておりますんで、今から入手する場合は中古ショップとかに、ね、なると思いますけど、まあ今後ね何回か後再販するような気もするんでね、そのタイミングで入手していただければと思いますが、早速ですねこちらね見ていきたいと思います。ちょっとずらしまして、本体よいしょと、まあ MG なんででっかいんでね、これぐらいにしておこうかなと。まず外観ですね、正面がこちらですよ、横ですね。で後ろ側は反対、そして上という感じです。でこちらですね、リガズイと違ってリガズイカスタムになっておりますので、背中のところにですねバックウェポンシステムみたいなやつがくっついているということで、こいつ単体で変形できると。通常のねリガズイはバックウェポンシステムがないとね変形できないというかね、巡航形態にできないというね、そんな感じに、ね、なっておりましたけど、これは短期でねできますよと。ただシールドがですねここにポロッと置いてありますね。こちらのパーツをつけないとつけることができないっていうね感じになっておりますよと。はい、とりあえず早速ねカード範囲いきたいと思いますが、とりあえず頭部に関しましては左右に動かすことができますが、まあフェイスパーツがねこの部分が首元に当たるんでね、もうちょっと動かしたいかなと。まあ上を向けてねこういう風にね逃がすことができるようになっております。下がこんな感じ、上がこうですよと。まあ可動域自体は全体的に広いね感じになっておりますよと。はい、で腕に関しましてはこの状態でぐるっと回そうとすると当たりますよと。まあバックパックというかねこのパーツが思いっきり当たってますね。一応前方向にね逃がすことができますんで、まあこうしてあげてぐるっと回すっていう感じかな。まあここですね、もう一段階ぐらい後ろにね逃げててくれればいいですけどね、ここの部分見ていただきますね、こういうような構造で上から下にガッチャンと挟まってねおしまいという感じになってますんで、ここの自由度がないですね。こういうグリグリっていうね可動がない、で中間にアームが入ってるわけじゃないのでここで逃がすことができないのね。ここの部分はもうちょっと後ろにね逃げる構造だった方がありがたかったなっていう感じですね。はい、まあ、一応こんな感じのねパーツがついておりますので、腕自体はちょっと厳しいかなって感じですね。ただ一応水平とかですね、根元の可動ですね、ここありますんでこういう風に跳ね上げることができるとか、引き出し機構ですね、こういうのがありますよと。肩アーマー自体はこういう風に動かすことができますが、肩パーツにくっついてるんでね水平に動かして、で腕だけ単体で下げるとこんな感じで、ね、下がっちゃいますんで、後でピュッとね戻す必要性があるんでちょっとめんどくさいかなってね、そんな感じです。こちらのパーツ稼働しますよ、二の腕のロールが効きます。肘は二重関節なんでここまでね深く曲げることができますよと。手首パーツに関しましてはこうですねグリグリ動かすことができますよと。であと指に関しましてはね専用のパーツに変えることによってビームサーベルとかねライフルとか平手とかねいう風に変えることができる風になっておりましたと。はい、一応こんな感じで左右共通となっております。で腰に関しましては根元のボールでグリグリ、ただここですね背中の重量を全部支えておりますんでね、全体的にガクッといけやすい感じがするんで、この部分はちょっと補強とかした方がいいと思います。一応腹部パーツのカードですね、前屈だったり横の角とかねこういうのがありますよと。でフロントアーマーがここでね動いてくれまして独立しております。サイドアーマーは太ももにねくっついておりますんで、足の可動でね追従してくるという感じ。リアアーマーもカチャカチャ動くことができると。でここですね、太ももパーツが以前のリガズイと違いましてね、ここ新規になっておりますんで、根元のボール以外にここでのロールですね、これが効くようになっておりますので、以前のやつに比べてねハの字にしてさらにひねることができるというね感じになっておりますんで、まあさらに見た目が良くなってるっていうね、そんな感じですよと。で膝に関しましてはぐーっと曲げてここまでですね曲げることができるというふうになっております。あと足首パーツに関しましては根元ですね、ここのところでグリグリ動かすことができますが、組み立てをね見ていただいた方ならわかると思いますけど、こちら L 字に曲がってる側のところにボールがくっついておりますんで、普通にねまっすぐでボールじゃないね、変な動かし方するとだいぶパーツ壊しますんでね、十分気をつけて動かしましょう。はい、でつま先の可動もありますよと。ちょっと気になるのはねこちら構造が古いんで、見ていただくと分かる通りポリキャップがね丸見えなんですね。なのでこの部分はねせっかく新規パーツがね使われておりますんでね、
ここはポリキャップ隠しがあってもよかったかなっていう、ね、感じですけど、一応こんな感じでございましたと。はい、まあ、基本的なカード範囲はこんな感じになっておりますよと。どうしても背中にですね、バックウェポンシステムみたいなねパーツがくっついてる関係で、まあ、若干可動域が狭く感じる部分はあるとは思いますけど、まあ格好はいいんでよしとしましょうか。はい、一応こんな感じでございましたと。あとこちら手首パーツに関しましてはね、指部分はとりあえずいいんですけど、ここのね保持力がめちゃくちゃ弱いんですよね。ここ細い棒2本がねこちらのところに引っかかる感じになってて、簡単にペロッと取れるんですね。これがね非常にストレスですね。ここはね他の武器持ちのね手首パーツだったらね、そちらの指と同じような感じでね、もうちょっと厚手のね板でズボッと刺せる感じの方が良かったと思います。はい、一応こんな感じで背中のパーツのお話をねしていきたいと思いますが、ウィングはね、まあ、後々変形させるときに稼働させるんで動きますよと。であとここのパーツがですね、今やってる通りなんですけど、ここはね思ったよりもね結構簡単に抜けるんですよね。もう少しガチンって止まってほしいんですがね、まあちょっとここの部分が気になるかなと。あとはまあ先ほどね腕の稼働の時も言いましたけど、接続点がですね上から下にはまってるだけなので、どうしても固定なんですね。やはりこうねアーム稼働になってて、ちょっとでもね外に逃げるとかね、そういう構造が欲しかったかなっていう感じですね。一応ここの根元がですねグッと前に出すことができる、後ろかこういう風に逃がすことができるようになっておりまして、あとこれですねサーベルグリップっていうか、ここの稼働もございます。こちらスタビライザーというかね、ここの部分は後々の機種になりますが、ここの部分の稼働もあるという感じになっております。あとですねコックピットハッチの展開、ワンブとグレネードですねがありますよと。コックピットハッチに関しましては、ここカチャッとね爪引っ掛けて持ち上げるっていう感じですね。全体的にさらに上がるっていうわけではないですけどね、一応こんな感じで上げることができますので、パイロットフィギュアがねちらっと見えると、まあかなり見えてる方だと思いますね。ものによってはほとんど見えませんからね、ここまで見えれば十分だと思いますけどね、一応こんな感じでコックピットハッチの展開ができましたと。であとワンブのグレネードに関しましては、こうですね前面の蓋をパカッと開けまして、ここにあるねパネルを押し込んであげますよと。そうすることによってニョキッと出すことができると。押し込んでしまうっていうね、一応こんな感じのギミックですね。ここはね、まあ、押し込んで連動してね蓋まで行ってくれればいいんですけどね、まあこれしか行きませんのでね、まあ、一応こんな感じの稼働ギミックがありましたと。で今なんかポロッと落ちましたけど、多分指ですね。ここの部分は本当に弱いですね。これはもう最悪な感じですね。もうちょっとやっぱりここのね板部分がしっかりとしてくれた方がいいんですけどね、まあここはね要改造かなと思いますね。まあここの部分に関しましては今後他のやつがね改善されてってるはずなんで、今現在は我慢するしかないのかな。はい、一応こんな感じでございましたと。とりあえず全体的な稼働ですね、それからビームサーベルグリップのね稼働だったりとかね、コックピットハッチとかグレネードの展開とかね、こちらの方のお話ししていきましたよと。はい、では次ですね武器の保持いきたいと思います。武器の保持に関しましては先にビームサーベルとかね、こちらをやっていきたいと思います。こいつに関しましては根元ですね、ここのところからグリップパーツを引き抜きます。でここですね、見ていただくと分かる通り、こちらの部分が稼働してくれるんでね、この状態でグッと倒してサーベルグリップをですね手で保持させて抜く瞬間というかね、そちらをね構えることもできるようになっておりますんでね、そこのギミックはよろしいんじゃないでしょうかと。であとこいつに関しましてはね、ここのところに対して付属の刃ですね、これをぶっ刺してあげればこれでビームサーベル展開状態にできると。これを保持させるときには手首パーツ、これをここから外しましょう。はい、でこの状態でねこの外れやすい指パーツを取っ払いますと。でここの部分に対して専用の指パーツですね、一応こちらかな、これをここにセッティングすると。はい、こんな感じでつけますよと。そしてここに対してこいつをぶっ刺すと。これに関しましてはね握力で握るんではないので、親指をねここの位置にすると絶対に握ることができませんので、ね、これ自体はこういう感じかな。であとは手のひらというかねにあるピンのところにぶっ刺してあげて保持させるっていう感じかな。まあ、あとは位置関係をうまく調整してね、ギュッと握ってる風にするのが一番かっこいいのかなとは思いますが、まあ見ていただくと分かる通りね、かなり厳しいですね。ちょっと根元の部分がぶっ壊れるんじゃないかなっていうね懸念がありますんで、十分気をつける必要性はありますが、まあちょっとざっくりですけどね、こんな感じで取り付けることができましたよと。はい、でここの指パーツに関しましては、先ほどまで使ってたこのグーパーツですね、ていうか指パーツ、これとね比較して保持力バッチリなんでね、まあ簡単には外れないと思います。ただ脱着を繰り返していくと緩くなるんでね、こういう部分に関しましてはね補強だったりなんだりっていうね加工が必要になると思いますけど、一応こんな感じでね取り付けることができましたよと。一応取り付けた形にするとこういうイメージになりますねと。はい、こんな感じでね
取り付けることができましたと。まあ安定感はかなりバッチリだと思いますね。一応これがねビームサーベルと。では次にこのままねライフルに行きたいと思いますが、ライフルにするときにはねまた同じ感じでね指パーツを取っ払います。サーベルグリップに関しましては元の位置にね戻してあげましょうよと。はい、で起こしてねこんな感じで、こちらのね武器に関しましてはここのグリップ部分に対して先ほどのねビームサーベルと同じような感じで専用のね指パーツをズボッと差し込んであげると。であとは手のところにねザクッと差し込んでセッティングするっていう感じなので、まあこの部分に関しましてはね先ほどのサーベルと同じ感じでバッチリ握ることができると。ただつけるときにねこの感じで見えない状態でやるとね破損させる危険性がありますんでね、とりあえず外して指パーツセッティングしてとかねやりやすい形を見つけてつけた方がいいと思います。まあこの方式でもいいんですけどね、できることならライフル用とかねサーベル用とかね専用の手首パーツが欲しかったかなと。そうすればねグーパーツもねもっとしっかりとしたものがついたんじゃないかなって思いますけど、まあこんな感じでね頑張ってつけてあげればこの感じでつけることができましたと。これもですね先ほどねサーベルと同じような感じでねがっちり保持させることができますよと。でとりあえずこいつをねここにバチッと入れるのはいいですよと。でこんな感じでねつけることができたと。まあこれはこれでいいでしょうと。ただ一つ問題はですね、ついにシールドに関しましてね、シールドがですねこちらありまして、こちらのシールドの裏ですね、こちらのところのグリップを起こしますよと。でこちらのグリップこれをですね手で持って保持させるっていうのも可能かなと。ただサーベルと同様のねグリップパーツしかないんでね、これちょっと該当しなさそうなんで、説明書の方ではこちらのグリップはね畳みます。中に入っているこちらのジョイントを起こします。こちらのジョイントを前腕につけろと、それで保持させるっていう感じになっておりますよと。ただ稼働の時にね見ていただいたら分かったと思いますけど、前腕部分ですね、ここの肘関節ってこっち方向にしか曲がらなくて、ここでのひねりが効かないですね。なので肘関節がこういう風に曲がる方向がね内側にねなるようにセッティングしてあげて、シールドをね組み付けるという感じになっておりますんで、これがねちょっと厳しいかなと。どうしてもね位置調整が二の腕しか効かなくなってしまうんでね、できることなら前腕でのひねりがね入っていた方が扱いやすかったような気がしますけどね。一応シールドをね取り付けるとこんな感じになります。あとはできることならねこちらの中間のところにアタッチメントパーツがあって、肘関節を曲げた状態でも横に配置できるってね、こう構えることができるギミックがね欲しかったかなと。まあこの辺のねパーツがねあるのはいいんですけど、まあポーズもね優先したね組み付け方法があった方が良かったような気がしますね。はい、一応シールドはね今この状態ですけどね、こうしかつけられないんでちょっと厳しいかなっていう感じですけどね。一応保持としてはこちらの軸をねぶっ刺すんでしっかりとね保持させることができるようにはなっておりましたと。はい、一応これがね武器の取り付け方となっておりますので、最後ですね変形いきたいと思います。変形させるためにはとりあえず手に持ってる武器ですね、これは外さなきゃいけないと。でシールドもね腕につけていた場合はこれも外します。とりあえずライフルはね外してしまいましょう。であと指パーツがですね一応グーパーツにしなきゃいけないんで、ちょっとやりたくないですけどね、グーパーツ用の指をね再度用意して組み付けてあげようと。これがねもうちょっとガッチリとねついてくれれば気にしなくていいんですけどね、ちょっと弱いんでまあ補強が必要かなと思いますが、とりあえずこれね素の状態になりましたよと。でこちら素の状態になりましたら腕を180度回しまして、グレネードがねこちら前面を向くようにしてあげると。その時に手の甲ですね、これはまあこういう風にグレネードをねこのはしゃごですねこっち側に向くようにしておいた方がいいような気もするんでね、まあこれに合わせていこうかなと。はい、一応こんな感じしました。でこれができましたらここのパネルを持ち上げる、で肩アーマー自体を全体にグイッと下げるっていうね、そして腕全体ちょっとねこういうようなね若干 S 字になるようにこのような感じでね配置してあげると。これができましたらちょっと分かりづらいでね見えるかどうか微妙なところではございますが、リアアーマーですね、これを持ち上げます。で中に入っているねここのパーツ、ちなみにねもう指パーツ取れましたからね本当に嫌いです。でこのパーツをねグッと持ち上げてロックを解除する感じですね、ここの部分の蓋をねこんな感じで持ち上げますよと。そしたらこちらですね股関節部分をグッと持ち上げてね横に開きますよと。まあちょっと分かりづらいと思いますが、これ自体をね全体にグイッと広げると。ちなみに今後ろのね
ここのカバーパーツも取れた。まあこれはね後で戻しますが、このような感じでね股関節部分を引っ張り出すことができましたら、中に入っているパネルですね、それをぐっと下げてあげて、今のねこちらの股関節部分ですね、この部分が下がらないように下げ切りますと。で、あとはこちらね外れてしまったんで、ね、戻しますが、これもですねここのところでバチッと入れてロックしてあげると。こうすることによって開いたねここの股関節部分が内側にね戻らない感じになりますよと。で、これがね準備できましたら、膝自体をねっていうかバックパック一回外すか、で膝自体を全体にグッと後ろ方向に動かしてあげて、根元の部分でグイッとやりつつ、足をね S 字に曲げるっていうね、このような感じで変形させましょうと。で、これができましたね、膝アーマーをパタンと倒してあげまして、つま先を伸ばす、そして押し込むっていうね、そうするとこのような感じで、ね、S 字になりますと。これを反対もね行えますんでね、ささっとね変形させてしまいたいと思います。はい、変形できましたと。で、これができましたら背中ですね、バックパックの方に移りまして、真ん中の機種部分ですね、こちらのパーツをグイーンと動かしていきまして、頭の上に配置すると。で、ここのパーツはもともとこうなってなきゃいけないですね。これをここで起こしてあげて、沿うようにね変形させてウイングを展開しましょうと。で、今外しておりますけど、こちらもね同様ですね、これももともとこうなってなきゃいけないんで、これをパタンと倒してあげてウイングを展開するという感じで変形させますよと。で、こいつがね変形できましたら、こちらのですね肩の上ですね、ちょっと分かりづらいですけど、ちょうどバックパックの境目っていうかね、ここにくぼみがね2箇所ありますんで、そこのところに対してこちらのマウントパーツですね、これをここにザクッと差し込んであげるよと。で、これがね入ったら、もう1個もね同様にねコードズボッと差し込んで組み付けてあげると。そしてここがねセッティングできましたら、今度シールド、これをね用意してあげまして、シールドの、ね、裏のこのマウントパーツを倒したね、このフラットな状態にしてあげまして、下の部分にこのパーツですね、こちらのパーツをここにねズボッと刺すと、向きはこうですね、こっち方向になるように差し込んであげると。そしてこのパーツをね今度ここにセッティングするよと。これがですね準備できましたら、ここの2箇所ですね、この四角い部分を先ほどですねボディ側の方に組み付けていたこのマウントパーツね、ここのところにぶっ刺して組み付けてあげると。そうすることでこのような感じでねシールドを前面にね組み付けることができましたよと。これで基本的な変形は完了です。あとはですねこちらのビームアサルトライフル、これのですねグリップの後ろにあるこちらのパネルですね、これを展開してあげまして、マウント部分を露出させると。で、こいつをですねシールドとかではなく前腕のところにあるねシールドを取り付けていたマウント部ですね、この部分のところでぶっ刺してあげれば、これにて変形完了と。あとはですねこいつをね浮かせるときには専用のマウントパーツですね、これをですね腰の部分にぶっ刺してつけると。で、あとですね組み付けていたシールドの裏側ですね、ここのところにある突起ですね、これをですね膝を曲げていた部分の横にある溝ですね、そこのところにぶっ刺してしっかりと組み付けることができるみたいなね、そこでロックしてあげれば、まあとりあえずバッチリ固定できるっぽいですけど、まあ思ってたよりも結構ガタガタな感じですね。多分今だとねとりあえず足同士ですね、これも互い違いになりそうなんでね、まあここをつなぐパーツがあったりとかね、股関節周りのところでももうちょっとしっかりとしたねロック機構があるのかなと。あとシールドもですね専用のマウントパーツをね中間に挟んでね変形させていますけどね、これが完全にね元々余剰品扱いになってしまうんでね、もう少しこの辺がねうまく対応できるんじゃないかなと思いますね。あとやっぱりバックパック、ここの隙間もそうなんですけどね、スライドして止めてるだけなんで、ね、この辺がね触ってるうちにカチャカチャカチャでねずれてしまって取れることがね大いにあったんでね、こういう部分がねもうちょっとしっかりとして欲しいところですけど、通常のリガズイよりもねバックウェポンシステムっていう別パーツをねつけなくても短期で変形できるように、ね、なっているのはよろしかったんじゃないかなと。まあ専用のねマウントパーツが必要になりますけどね、この部分さえなんとかなってればねもっと良かったような気がしますけど、まあ気になった方はねチェックしていただきたいところなんですかね、やはり発売から相当時間が経ってるね商品となっておりますんで、
手首パーツの構造とかもね結構古いね。この辺がねさらに改善されたねバージョン 2.0 的なねリガーズイカスタムがね出たらさらにいいんじゃないかなと思いますけどね。まあちょっとこの辺ですね気になった方はねちょっとチェックしていただいて今後のね再販に合わせて買っていただければと思います。はい、ということですね、全3回でお届けしましたこちらマスターグレードのリガーズイカスタム、こちらですね今回は可動範囲からね武器の保持そして変形ですねやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回ですねこちらをね紹介する発端となったね2023年の4月の末に発売されたとあるモビルスーツ、そちらのですねバージョン K がね出たということで、そちらの組み立てをね次回からやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。